はいどうも皆さんこんばんは、ワドツです。今日はですね2018年の6月の2日夜の8時24分です。今からね、ステコロの練習のロードワークに行こうと思います。応援よろしくお願いします。行きましょう。なんか電波とか音声とか言ってください。スマホ。ありがとう。はい、どうもありがとう。はい、どうもありがとう。
応援ありがとう。小林さんありがとう。
ありがとう。ありがとう。まず ありがとう。ありがとう。
はい、どうもありがとう。ありがとう。見えた。着いた。今何分？18分。 OK、 着いた。ここはハーフポイントです。18分ぐらいだね。休憩入れます。18分か。はい、でもありがとう。きつい。休憩します。ハーフですね。 2.7 キロかな。2.7 キロ。ありがとう、風になりたいさん。 2.7 キロ18分。休憩入ります。疲れた。光くん辞退すんの？セゴロ。ああ、充電がもうないな。途中帰りは切れるね、充電。ごめんね。充電切れます。携帯のバッテリー持ち悪いな。5分後再開にしよう。
暑いな。バーガーありがとう。アイテムありがとう。お疲れお疲れ。今ハーフポイントですね。汗だくです、汗だくです。捨て頃はね、2分1ラウンドのインターバル30秒、その後2ラウンドですね、2分2ラウンドインターバル中30秒ですね。いや気持ちいいね。気持ちいいっすね。じゃああと3分後に再開します。暑いね今日はね。気合い入れていきましょう。そうだね、徐々に。昨日はねちょっと歩いたけど、行きでも歩いちゃったけど、今日はあの 2.7 走り切れたんで、ちょっと遅いねスピードが、うん、リハビリだから。2.7 キロを18分だったから相当遅いっすね。一応ランニングシューズなんで、スタミナあれば、まあフルで戦えれば問題ないんで、4分間全力でいければ僕は問題ないと思ってますね。あと2分後再開で。心肺機能を上げていきましょう。ちょっとね、帰りね、充電落ちちゃうかもしんない。最近バッテリーがおかしくて、iPhone の。もう結構長く使ってるんで、あと1分半。まあでも昨日走って筋肉痛になってないんで、基礎はできてるのかな。心肺機能がついていってない感じですね。水飲み場、遊び場と兼用でいいよ。あの買ったやつあるんだったら、あのバスタイム買ってんだったら、飲み水とお風呂は一緒でいいと思う。気になるようだったら変えてあげた方がいいかも。俺は兼用にしちゃってるね。まあお風呂入り終わったタイミングで入れ替えてあげればちょうどいいんじゃないかな。まあ気になる人は変えてあげてください。うん、俺はそのまんまで何の問題もない。ただ中でうんこしちゃうことがあるから、うんこしちゃったら変えてあげた方がいいと思う、衛生面考えて。じゃあ残り30秒で走ります。まあ20日あったらスタミナつくと思うんでね、少しちょっと上がると思うんで大丈夫だと思うんですけど、毎日やったら。ジョギングね。はい、15、14、13、12、10。まだ帰りがきついんだよね。目標はノンストップで。応援よろしくお願いします。ノンストップで行きましょう。よし。はい、頑張るよ。
足痛い。はあ、生きてるです。肩が痛いね、スマホ。はい、どうもありがとう。赤信号です。行きます。
花火あるよ。もう少し。上り坂きつい。うわ。ああ、上りしんどい。変なボタン押した。ゴールです。トータル5キロ38分ゴールです。お疲れ様です。中野坂上5キロっすね。往復インターバル5分取りました。お疲れっす。お疲れ。今日の練習終わり。足が。お疲れっす。33分か5キロ。ちょっと遅いね。ちょっと遅いっすね。ふう、お疲れ。お疲れっす。25分ぐらいで走れるといいと思うんだけど、ノンストップで、なんかインターバル取らないで
25分往復。ただね、平坦な道じゃなくて勾配差が結構あるんですよ、この道。ありがとう、相手もありがとう、パチパチありがとう。高低差が激しいんで、まあ少し鍛える分にはいいかなと思って。結構あの奥が見えないでしょ、こう下りになってんだよ、あそこ。あそこが下りになってて、で登るとき帰りがね、その上り坂で。あ、俺ね、あのビール飲まないです。お酒飲まないんで、ショーンさん。僕酒飲まないんですよ。まあ、練習配信いい。いやー、一人でやってるときついよこれ。心折れそうになるよ。オタクだからさ、引きこもりの。でもこう目線があると頑張れるね。見えっ張りだから配信者は。立ち止まろうと何度も思ったけど、昨日はねちょっと歩いちゃったんだよ。今日はインターバル以外は走れて、タイムも少し上がったんで良かったかなと思いますね。なんとかね25分でノンストップ往復走れるように頑張りたいかな。継続だよね、毎日これを続けられるかどうか。残り、ストレッチとかよくやってるから筋肉痛にはならないからいいよ頑張れて。ここでみんなで頑張れ頑張れって言うから面白いじゃん。いいよ、金魚鉢は何言ってもいいんだよ。太ももがパンパンっすね。水が飲みたいっすね。公園で水飲みましょう。でもね、体が重くなってるから走るのもね、ももも体全体が重いね。体重絞ったらもっと速く走れるんだろうけど、重い。とにかく重りつけて走ってるみたい。まあその分ね、足腰強くなるからいいと思うんだけど。メアリーラブこんばんは。今日のタイム覚えておいてください。5キロ33分。中インターバルなんで。あ、じゃあ、え、何分だっけ ?38 分だったっけ。中インターバル5分の何分だったかな。ちょっと覚えてねえな。水がうまいんだよね。ポカリとかじゃないんだよね。コーラでもない。水が本当にうまい。水だよ、とにかく。ありがとう、5倍出た。癒しさん、ありがとう。アイテムありがとう。5倍エフェクト出たね。ありがとうございます。まあでも、運動した後は気持ちいいんだけどね。こう、悩みとかさ、何もないし、脳みそがスカッとして。どうしてもね、走り出すまで、習慣にするまでね、運動後は気持ちいいんだよ、ご飯美味しいし。そうですね、今5キロ走ってきましたね。気持ちいいですよ。今は最高の気分ですね。背頃終わったら温泉にでも行きてえな。ちょっと2泊3日ぐらい温泉行こうか。背頃終わったら、勝ってご褒美だね。熱海でも行こう、熱海でも。ねえ、温泉入ってさ、ゆっくり疲れとって。ダメだよ、談観塾あんだよ忙しいんだ。ちょっと合間縫ってね、談観塾あった、忘れてた。公園寄ります。これ夜景綺麗だよ、見る？うん、綺麗でしょ。西新宿の夜景が見える。ありがとう、メアリーラブ。ハート、花火ありがとう。ここの公園綺麗なんだよ。なんかいいよね。そうそう、綺麗綺麗。なんか高台になってて、
病院かぶった？嘘、見れないかな。大丈夫な？大病じゃないの？生放送が見れないってこと？夜景綺麗だよ。画質がね、汚いからあんまり伝わんないけど。水いただきます。水あんま出ないな、これ。うまい。はい、ありがとう、太郎丸さん。定期検診か。夜ね、6時半だから、俺の多分出場、何時ぐらいだろうな、7時ぐらいじゃないのかな。夕方の7時が出番ぐらいだと思ってください、僕の出番は。コメント欄ワドーで埋め尽くしてよ、捨て頃は。オッケー、コメント欄ワドーの声援頼むよ、みんな。あー、下りの階段きついね。足がプルプルする。よく揉まないと。オレンジジュースがいいんだよね。おい、中西マンいらっしゃい。本物？ありがとうございます。いや、気持ちいい。お水の飲みたくなった。一汗かいたお水は美味しいですよ。捨て頃終わったら痩せようね。ダイエットしよう。ほっぺたパンパンじゃん。アンパンマンみたいになってる。ムーンフェイスだよ。ポカリね、あのね、うん、ポカリがいいんだけどね、足が濃いと入らないんだよね。まず水が一番好き、俺は。運動した後は たまにね、でも脱水症状っぽくなった時はスポーツドリンク飲むけど。ムーンフェイス。ムーンフェイスっていうのはね、あのステロイドを打ってる人がなるの。これは違うよ。うまいもの食って、お米、日本のお米を食べてできた、ま、ムーンフェイスだから。ステロイドのムーンフェイスじゃないよ。あ、気持ちいい風が。今日風あっていいわ。何分だったかな、33分だったかな。33分、そんなことないよな。行きに18分かかってるから、そんくらいか。18分、多分ね、実質33分の5キロだから、1キロ何分ペースで走ったんだ。33÷5 ってやって もらえる、誰か。 6.6 か。1キロ6分半ぐらいか。遅えな。やば。休憩入れて1キロ6分ペースは遅いよね。ちょっとないな。やっぱ25分ぐらいで走るの、1キロ5分で走りたいな。肺が追いつかないよ、肺が。いやー、疲れた。
俺ね、あのアクエリアスよりポカリの方が好き。みんなポカリ派？よし、ここで太もも少し揉んで帰りましょう。ポカリ派一緒だね。俺もポカリ派。ポカリ美味しいよね。ポカリの方がなんか体にこう入ってくる感じがあるよね。なんかアクエリアスはちょっと酸っぱいんだよね。今マッサージしてます。アクエリアス派なんだ。お疲れ様。そうだね、マリーなしたり。1キロ5分難しいかな今ね。5キロを33分かかってるから1キロ6分半ぐらいかかってるはずなんだよ。ちょっと遅いかな。25分ぐらいで走りたいかなとは思って。無理か、20日だと。まあ30分切るのを目標にしようか。往復ノンストップ30分以内に、5キロ、それでいこう。まああと1週間ぐらいやればいけると思うんだよね。ナッケンさんいらっしゃい、久しぶり。かゆい、血の巡りが良くて体が痒い。それくらいがベストかな。どうなんだろう、体動かしてないから。痒い。はいはい、行ってらっしゃい。俺ももうすぐ終わるよ、配信。かゆい。全身の血の巡りが良くなって、かゆい。かゆい。かゆい、かゆい。最近蚊が出てきたよね。汗かくのはいいことだ。はい、あ、そうなの。それちゃんとやろう。柔軟少し。あ、痛い、太もも痛い。いや、花火のために走ってるわけじゃないから。いや、もらえる分にはいただくけど、別に自分のためにやってるから。田中さん面白いよね。まだ雑談見たい。ちょっとストレッチしてる。いや、一回シャワー浴びないと、汗びっちょびちょだから。一回シャワー浴びて。いや、自分のために走るよ。勝ったらみんなで喜べるじゃん、捨て頃。見たい。じゃあ、シャワー浴びて休憩して、そっから枠開こうか。1時間後ぐらいになるよ。
うん、シャワー浴びます。寝かしつけるって何、そんなあれか、子供小さいんだ。そっかそっか、うん、僕はシャワー浴びます。シャワー浴びて休憩します。それじゃあ皆さんありがとうございました。こんなおっさんが走ってるところ応援ありがとうございました。じゃあみんな後でまた1時間後に雑談会いましょう。お疲れ様です。どうもバイバイ。